最高裁判所事務総局は、日本の最高裁判所において、その処務を司らせるために置かれる機関。法律上は最高裁判所長官の監督のもと、最高裁判所事務総長によって勝利される。2016年度の定員は、事務総長を含み644名である。裁判所法には、最高裁判所の処務を行うとのみ記され、 その具体的に行うべき事務は明示されていないが、最高裁判所規則、最高裁判所規定に基づいて、複数の局、かや様々な役職が置かれるとともに、各課の所掌事務が定められており、法律上は最高裁判所の裁判官会議の議に基づいて行われる、司法行政事務に携わると定義されている。しかし、最高裁判所も含めて、日本の裁判官は、 非常に多忙であり、実際の裁判官たちは裁判官会議に時間をかける余裕がないため、裁判官会議は最高裁判所事務総局が決めたことを追認するだけの形骸化した会議に過ぎず、実質的には最高裁判所事務総局が日本の司法行政権のすべてを掌握する形になっている。通常、最高裁判所事務総局の主な機能は大きく以下の6つに、 分類できるものと解釈されている。これらの機能は、大日本帝国憲法の時代に、日本国内のすべての裁判所と裁判官を支配、統制していた、司法省から受け継がれたものである。敗戦後の1946年、司法省に臨時司法制度改正審議会が設置され、司法省存続の是非、最高裁判所の構成。 弁護士制度の関する議論が始まり、司法官僚を中心に、司法省の解体、廃止を狙う連合国軍、最高司令官総司令部との接触が行われていた。同審議会は、同年7月12日に裁判所法、検察庁法、最高裁判所裁判官国民審査法の要綱をまとめたが、裁判官の人事権や予算編成権などの 全国の裁判所を統制する権限をめぐって、司法省と大審院との間で論争となった。司法省側は戦前と同様に、人事、予算ともに、司法大臣が権限を持つべきと主張したのに対して、大審院側は、人事、予算に関する権限があってこその司法権の独立で、あると主張し、両者の対立が激化した。戦前、 司法省では、謙遜版非主義が公然と囁かれており、検事局、司法省、裁判所の要職を、検事が、ほぼ独占していた。そのため、判事は、検事よりも格下の扱いだった。こういった事情から、大審院には、司法省に対する強烈な拒否反応が生じていた。最終的に GHQ は最高裁判所が、 人事権と予算編成権を持つべきだと決定を下し、1947年5月3日、裁判所法と検察庁法が日本国憲法施行と共に施行され、新裁判制度がスタートした。最高裁判所事務総局は、日本国憲法施行後に GHQ による司法改革の一環として新設された最高裁判所に移籍した。 旧司法官僚の判事によって設立された機関であり、事務総局の組織自体も司法省を参考に編成された。このため、最高裁判所事務総局は、司法省の戦後の再編成版とも呼ばれ、現在も司法行政の中枢機関として、日本国内のすべての裁判官の職務に多大な影響を及ぼしている。なお、旧司法官僚の内検事は、 法務省と検察庁を設立し、最高裁判所事務総局と法務省は、司法省の廃止後も、判権交流と呼ばれる、人事交流を行うなど、つかず離れずの関係を維持し続けながら、現在に至っている。最高裁判所事務総局の局長、課長等は本来は裁判所事務官、または裁判所議官のポストであるが、実際には、家庭審議官や一部の課長を除き、 ほとんどのポストにはキャリア裁判官が当てられている。最高裁判所事務総局の要職を経験した裁判官の多くが後に最高裁判所裁判官や高等裁判所長官へと昇進している。このように最高裁判所事務総局は日本の司法行政の中枢機関であると同時に最高裁判所裁判官や高等裁判所長官の 候補生を育てる養成機関としての機能も有しており、特にキャリア裁判官出身の最高裁判所裁判官は原則として最高裁判所事務総局の勤務経験者の中から任命されることが慣例となっている。このように最高裁判所裁判官の限られたポストを最高裁判所事務総局の勤務経験者たちが代々独占し続ける人事制度により、 最高裁判所事務総局は日本国内のすべての裁判所の司法行政部門と裁判部門に対して強い権限と影響力を持っている。ありがとうございます。